皆さんこんにちは。はい、初心者による初心者のための声力ギター講座第3回目始まります。イエーイ。はい、今回からまた前回とは違った内容を当たり前なんですけど違った内容を教えていきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。コードを弾いてみようです。まずコードとはというところから入っていきたいと思うんですけど、コードとはギターを押さえる手の形によってコードっていうものが変わってくるんですよ。その押さえ方によってそのコードが G とか C とかよく聞く F とかいう形になって手の形でなっていくんですけど、コードの説明をしと言われたらすごく難しいんですけど、コードを知ることによっていろんな曲が聴けますというものになっております。はい、ということで簡単なコードを弾いてみようということで、最初はですねよく出てくる簡単なオープンコードから弾いていきたいと思います。で、第1個目は C というコードを弾いていきたいと思います。 C の押さえ方をまずお教えいたしますと、指の形からはまずこうなんですね。で、人差し指が1フレットの2弦で、中指が2フレットの4弦、薬指が3フレットの5弦を押さえる形になります。これで押さえる人がほとんどだと思います。私もこう先生から教わりました。で、音を鳴らすとっていう音になります。この時の注意点が6弦を鳴らさないで弾くということです。親指でちょっと軽く触れて音が鳴らないようにする方もいれば、私だったらこの5弦を押さえてる薬指での上の方で一緒に押さえちゃってます。鳴らないんですよね、これが。で、こうやってで、こんな感じで C のコードが完成です。はい、次のコードは Am というコードを押さえていきたいと思います。 Am はですね、このような形になります。で、人差し指で1フレットの2弦、中指で2フレットの4弦、そして同じく2フレットの3弦が薬指で押さえていきます。この形が Am です。弾いてみるとといった音になります。この Am っていうコードを聞いたところで、マイナーって何だろうっていう方が多分多いと思うんですけど、マイナーの反対はメジャーなんですね。で、私的の考えはメジャーとマイナーの違いは、マイナーはちょっと暗めの音で、メジャーになると明るくなるんですよ。で、それを紐づける証拠といいますか、それを Am と A メジャーのコードで実際に音を聞き比べてみたいと思います。 Am は今のやったといったちょっと暗い感じの音になるんですけど、 A メジャーは多分聞いて分かったと思うんですけど、このように明るくなります。全部のコードにメジャーとマイナーがついてるんですけど、コードを知るとC とか、さっきやった C とか普通の A とか G とかも全部本来はメジャーの形なんですね。全部でもメジャーは省略されて言われないんです。うん、メジャーとマイナーの使い分けで、例えば明るい曲だったらメジャーがあんまり入ってなかったり、暗い曲だったらすごいマイナーばっかり出てくるコードがすごい出てきたりするので、そんな感じで使われています、私の知る限り。そして続いては F のコードを弾いていきたいと思います。で、 F って聞いた時点でうわって思った方が多分結構いると思うんですけど、 F のコードはですね、ギター初心者、始めたことがない方からしたらすごい弾きにくい指の形のコードをしてるんですね。指の形をしてるんですね。で、なんで難しいかというと、今まではオープンコードって言って、オープンコードはこの人差し指をバーとして使ってなかったんですよ、このバンって。で、これを初心者の方がやるのがすごい難しいっていうんでしょうか、
F の形はこのような形になっています。人差し指でこの1フレット全体を押さえて、中指で2フレットの4弦3弦で、薬指で3フレットの5弦、小指で同じく3フレットの4弦を押さえている形が F というコードです。実際に鳴らしてみるとこのような音になるんですけど、私はこれが全部正しくなるまでは実際は1ヶ月ぐらいかかったかな。本当に1ヶ月ぐらいかかりました。この F のコードを弾くのはここで挫折する人が多いのは、多分その私が1ヶ月かかったっていうのが多分辛いし、もう指が痛いからやめちゃおうっていう方が多いと思うんですけど、この F が弾けるようになったら、その応用でいろんなコードを例えばずらしたりして G とかになったりしたりしちゃうので、この F ができるようになるとまたどんどんギターができるようにギターができるようになります。以上で F のコードになるんですけど、制覇コードって皆さんご存知ですか？で、先ほどやったのはオープンコード、最初の C とか Am とか、これはオープンコード。そのオープンコードはこの人差し指のバーがないからだと私は思ってます。制覇コードは私的に言うと、こうやって全部押さえてるから制覇してるっていう形だと私は思ってます。だから制覇コードっていう。そして次のコードは G を押さえていきたいと思います。 G はオープンコードで押さえていくんですけど、このような形になります。私の押さえ方はこうなんですけど、私は中指で2フレットの5弦、薬指で3フレットの6弦、小指で3フレットの1弦を押さえてます。で、私以外この押さえ方もたまにいるんですけど、私がギターの先生から教わった押さえ方はこっちですね。この押さえ方もあります。え？こっちだっけ？あれ？こっち？こう？はい、ここは硬い。そして G は鳴らすとこのような音になります。この G がですね、先ほど軽くと触れた制覇コードでも押さえることができるんですよ。これはオープンコードで G なんですけど、先ほどの F の形あったじゃないですか。この形、これを3フレットに動かして弾くと、これもまた G なんですよ。鳴らしてみますね、ちょっとオープンコードの G を弾いていきたいと思います。音がほぼ一緒なんです。オープンコードで弾きたい弾く時もあれば、制覇コードで音を鳴らす時もあるんですけど、その使い分けは、私自身はオープンコードを押さえるのが、曲中でこうやってコードチェンジするのはすごい苦手だったりするので、なるべく制覇コードで弾くことが今までは多かったんですけど、普通に弾く人は次のコードに移る時に近い押さえ方をします。難しいね。オープンコードと制覇コードがあるということを知っておくとすごくいいと思います。ちなみに私はオープンコードと制覇コードだったら全然制覇コードの方が好きです。アコースティックギターとか弾かれる方はオープンコードで弾く方がすごい多いんですけど、私はエレキギターずっと1年弱やってて、制覇コードでしかほぼ曲はやってこなかったです。なのでその分人差し指をめっちゃ使うから、人差し指がちょっと硬くなってるんですね。でも楽だから私はどっちの方が好きです。はい、ということで、シャープ3第3弾声録ギター講座第3回コードを弾いてみようは以上になります。いかがだったでしょうか。初めて弾く人からしたらすごいコードを押さえたりするのはすごい難しいと思うんですけど、これを隙間時間とかにずっと押さえておくと、そのコードが手に染みついてわかると思うので、復習たくさんしてください。コードをいっぱい覚えれば弾ける曲もたくさん増えると思うので、この動画が少しでもためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上、木本夏実でした。バイバイ。